甘い酒を紹介するのだ。瞬間凍結無糖レモン、サントリーの新作なのだ。 6% のうまいやつなのだ。チャカ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 注いだのだ。うまいのだ。無糖だからさっぱりでうまいのだ。これはご飯に合いすぎてご飯が進む酒なのだ。レモンの風味が効いていて酒味じゃなくてレモン味なのだ。皮の風味やほろ苦さも少しあるのだ。同じ無糖レモンの氷結くんと比べるとレモン果実の風味が強くてゴージャス感じあるのだ。さっぱりドライな氷結と果実風味強め無糖瞬間冷凍、好みで選ぶのだ。うまい酒を紹介するのだ。瞬間凍結梅、サントリーの新作なのだ。 5% のうまいやつなのだ。チャカ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 注いだのだ。うまいのだ。すっごいすっきりなのだ。ものすごいさっぱり感でご飯に合うのだ。ほろ糖で少し甘いけど後に引かない、甘さだからすぐ口の中さっぱりするのだ。梅味で甘み入りのチューハイって口に残るゆったりした甘みのものが多いから、このさっぱりほんのり甘い梅求めてた人多いと思うのだ。梅の香りや風味もとてもいいのだ。うまい酒を紹介するのだ。今日は瓶の酒なのだ。盾の皮酒造小宝、 8% のうまうまヨーグルト酒なのだ。チャカ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 とろっと注いだのだ。 うまいのだ。これは至高のヨーグルト酒なのだ。トロトロで濃厚で甘くてまろやか、良い濃厚ヨーグルトをそのまま飲んでるかのような味なのだ。それでいてアルコール感もしっかり、甘い酒好きには絶対刺さるのだ。一時期ヨーグルトの酒にハマった時にいろいろ買って試して、これが一番濃厚で至高のヨーグルト酒だとなったのだ。ちなみに濃厚すぎて分離してるから飲む前はよく振って混ぜるのだ。製造は山形の盾の皮酒造さん。飲んでみるのだ。うまい酒を紹介するのだ。ほろ酔いアイスティーサワー、 3% のジュースみたいなうまいやつなのだ。チャカ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 注いだのだ。うまいのだ。これはゴゴティーレモンなのだ。味も甘さもゴゴティーレモン味なのだ。そこにうっすら酒風味なのだ。飲みやすくてうまいのだ。甘いけどすっきりしてて美味しい酒ジュースなのだ。ほろ酔いの限定味を紹介するのだ。ジャスミンライチ、 3% のジャスミン効いたお酒なのだ。チャカ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 注いだのだ。ジャスミンなのだ。すごいジャスミンの香りが強くて香りが神なのだ。ほろ酔いにしては珍しく甘さが本当に控えめ、ご飯のお供にできる味なのだ。だけどちょっと薄いのだ。甘さが控えめだけど味もあまりないのだ。ほろ酔いには甘くジュース感を求めてしまう僕がいるのだ。ライチの風味はうっすら、ジャスミン好きにはたまらないお酒だと思うけど、爽快感や果実感が物足りないのだ。でももう一度言うけど、ジャスミンの香りは神レベルなのだ。最高だから嗅いでみてほしいのだ。うまい酒を紹介するのだ。キリン100年極みレモンサワー、4月4日発売、 5% のうまいやつなのだ。チャカ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 、ビール酵母使っているから泡立つのだ。うまいのだ。これはうまいのだ。レモン感しっかりで酸味もあるのに口当たりがまろやかなのだ。甘さ控えめでほのかな苦味もあるから後引くのだ。香りも爽やかでレモン感しっかり。無糖は苦手だけどご飯のお供にしたいって人にも刺さりそうなのだ。僕はこのまろやかな口当たりとしっかりレモン風味、
気に入ったのだ。うまい酒を紹介するのだ。クラフト196至高の白桃、4月4日発売、 5% のうまいやつなのだ。チャパ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 、透き通ってて綺麗なのだ。うまいのだ。爽やかさっぱり桃の酒ジュースなのだ。桃感しっかりだけどさらっとしてるのだ。最近の桃酒はトロッと系が多いけど、こういう色ハス桃の酒バージョンみたいなのも最高なのだ。しっかり甘くて酸味なし、酒感少ないからごくごくいけちゃうのだ。桃の香りもふわっとマイルドで、限定なのが惜しいのだ。酒ネクターなのだ。うまい酒を紹介するのだ。丸おろしピーチ、4月4日発売、 7% のうまいやつなのだ。チャパ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 、すでに桃のとろみが伝わってきたのだ。 うまいのだ。これは桃缶ぎっちり酒ネクターなのだ。丸おろしは僕の中で外れない神シリーズなのだ。今回もとりあえず4本買ったけど、もっとストック買い足さないとってくらい大当たりなのだ。とろみのあるこれを口に入れると、口中に広がる濃くて甘い桃。材料見ると、桃ペースト、桃シロップ、桃スピリッツ、桃でパンパンなのだ。そして丸おろしは宝焼酎ベースの 7%、 酒感も大満足の一品なのだ。うまい酒を紹介するのだ。ファミマのミルクルトサワー、 7% のうまいやつなのだ。期間限定、まだ売ってるから早く買うのだ。チャパ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 、ヤクルトとか乳酸菌飲料の優しい色合いなのだ。うまいのだ。うますぎるヤクルト味なのだ。甘々なヤクルト味に隠れて酒じゃないみたいなのだ。うますぎる酒ジュースに出会ってしまったのだ。 7% あるのが信じられないのだ。口に入れるとジュース、後味だけストゼロみたいな酒の後味なのだ。ファミマの丸丸パンチシリーズは毎回当たり、激うまで甘々な酒ジュースだから、みんなも買ってほしいのだ。うまい酒を紹介するのだ。ほろ酔いのハピクルサは 3% のうまいやつなのだ。これはもはやジュースなのだ。チャパ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 、注いだのだ。うまいのだ。ヤクルト味のジュースなのだ。酒なんて全然感じないのだ。ほろ酔いにはこの甘くて酒じゃないような、この酒ジュースな感じが最高なのだ。ヤクルト味で期間限定でない感は多分ほろ酔いだけな気がするのだ。ヤクルト酒をまったり飲みたいならほろ酔いなのだ。つまみなんていらない、ジュースのようにガブガブ飲むのだ。